ポプラディア大図鑑ワンダ植物。日本で見られる植物を中心に約1400種を掲載した最新の植物図鑑だよ。夏休みの自由研究のヒントがこの本にはいっぱいあるよ。育てて観察しよう。朝顔やひまわりは学校や家で栽培されることが多い夏を代表する花だね。育てていくとき、毎日様子が変わるのを観察できるといいね。できれば写真を撮っていこう。そうすればこのように成長の過程を発表することができるよ。育てたら朝顔やひまわりのことをしっかり調べよう。他に夏の花壇ではどんな植物が花を咲かせているかな？それらの植物のことも調べて比べてみるのも面白いね。桜草のように人に育てられている園芸品種はたくさんあるけれど、野生のものは絶滅が心配されている植物もある。そういうことから調べるのもいいね。植物全体のことを学べるページもある。ここで知ったことをもとにさらにいろいろ調べてみるのも面白いね。町や公園に出かけるときには付録のポケットワンダを忘れずに。きっと乗っている花や木が見つかるよ。